おはようございます。時刻は10時50分になりました。4月24日の日曜日です。今日も天神橋筋商店街天禄てんこ盛りスタジオから小森さん、小森康則が朝刊チェックをお届けしてまいります。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。二日酔いではなくまだ酔ってますかね。はい、水飲んだりお茶飲んだり、1リットルのアップルジュースを飲んだり、はい、しております。昨日は、ほろ酔いニュース解説初めての有料配信ということで、皆さんにお楽しみいただいた方もごく一部いらっしゃいます。ありがとうございました。ちょっといろいろと直前までバタバタしておりまして、いろんな方からまだ何も届いてないとかどうしたとか何やってんねんとかっていう声が同時に飛んでまいりますと、私も言っても日本の手でやっておりますんで一番バタバタしてる時に、あれやこれや出てきて、いやまあとりあえずちゃんとすること、一人一人を別におろそかにするわけじゃないんですけど、それに対応してたらどうしようもできないのでと思って、ほんの数分前に配信の手続きができまして、そのことを有料でお買い求めいただいた方にはお知らせをしたんですけど、お一人ずつのことで言うと本当に、いやガラケーで登録してたからとか、届いてないとか、多分メールが弾かれてるのかとか、多分いろんなことがあって、その一つ一つをほんまに対応していこうと思うと多分もう限界やなと正直、はい、3人の方にこのスタジオで生でご覧いただきまして、であと結局70人の方でございました。ありがとうございました。おかげさまで、いくらかね手数料は取られますけど、松井さんにも渡しをしてということができる体制ができましたんで、次回この70人というのが減るとしたら多分続けられないでしょうし、1回目やっぱ見られなくて残念やな、やっぱり楽しみにしてるよという方が増えれば、それはそれで続けていけるかもしれないし、それはもう皆さんとの向き合い方だけの問題でございまして、買ってもきましたけど、皆さんからもいろいろと差し入れも頂戴したりいたしまして、まだ残骸がございます。そんな状況で、で終わってから松井さんはいつも行くお店行きはったんですけど、来られた方と一緒にですね、ちょっと何軒か行かせていただいて、夜更かしをしてしまいました。一緒に行っていただいた皆さんありがとうございました。羨ましいなという方、次回はちょっと天禄を飛び出してもう少しライブで見られる方、直接生で見ていただける方ですね、動画ではなくって、そういう方を増やして、そして松井さんが本を出しはるそうなんで、その本をもう買っていただくことも含めての配信ということができればなというふうには思っております。そして、9時からですが FM 大阪、そしてインター FM で学びインテリアハーツプレゼンツハートボイスに先週に引き続きまして、録音ではありましたけれども出演をさせていただきました。ありがとうございました。武田邦香さん、私が毎日放送を退職して38歳で独立をして、自分史ビデオ、今の言葉で私はファミリーヒストリーという名前にしておりますけれど、こういったことをなぜやるようになったのか、そして天禄でのこの活動をですねどのように考えているのかっていうようなお話をさせていただきました。今日中でしたら今回の放送とそして先週の分もタイムフリーで聞いていただくことができますので、よろしければお聞きいただければというふうに思っております。学べインテリアハーツという、家具とかインテリアの会社なんで、大阪にも何店舗かあるんですけど、名前の中にハートがある、学べインテリアハーツ、なるほど、そうですね、はい、名前の中に小森がある、いる、はい、てんこ盛りスタジオからお届けしてまいります。では今日も朝刊チェックヘッドラインです。
昨日午後、北海道知床半島沖で26人が乗った観光船が沈没、4人が発見されましたが、いずれも意識はないということです。ロシアによるウクライナ侵略から2ヶ月、国連のグレテス事務総長がようやくプーチン大統領、そしてゼレンスキー大統領と面会することになりました。停戦や人道支援について話し合うということです。EU ヨーロッパ連合とヨーロッパ会議は違法なコンテンツの排除を Google やメタに義務付けることで合意しました。フランス大統領選挙決選投票が24日行われます。直前の世論調査では現職のマクロン氏が極右のルペン氏に10ポイントの差をつけてリードしています。立憲民主党は博打場計画を進める日本維新の会と対決するため、菅直人元総理を大阪での公認候補を支援するための特命担当に任命したと発表しました。おとといの深夜、東大阪市の路上で男性がバイクに引きずられていると110番通報があり、バイクに職務質問しようとした警察官が2キロにわたって引きずられ重傷を負う事件がありました。プロ野球阪神タイガースです。前日青柳が完封し4勝目を挙げましたが、昨日は1回2アウト満塁で1点も取れずに試合終了。案の定42歳の石川にひねられ、無得点で1対0、最速20敗です。ウィルカーソンの好投に報いることができませんでした。以上、4月24日日曜日朝刊チェックヘッドラインでした。おはようございます。はい。今朝刊チェック始めたところです。今あの配信中です。はい、映ってはりますよ。あ、女性だけ映ってます。はい、では始めます。今日は、ね、新聞のヘッドラインの後、あの人が登場いたします。はい、皆さんもよくご存知のあの人がメッセージを、伝えに、はい、まあ、ここへ来たわけじゃないんですが、私が行きまして、あの人が登場いたしますので、どうぞご覧くださいませ。さて、新聞の締め切りの後、最新情報を NHK のニュースサイトで確認をしておきましょうか。はい、10時47分更新、7人が発見されました。いずれも意識はないということですね。4人と先ほどヘッドラインでお伝えしましたが、 NHK のニュースサイトによりますと、北海道知床半島の沖合で乗員乗客26人が乗った観光船の行方が分からなくなり、これまでに現場海域の周辺で観光船に乗っていたとみられる7人が見つかりました。いずれも意識がない状態で病院に運ばれたということです。海上保安庁によりますと、昨日午後1時15分ごろ、知床半島の沖合で観光船カズ1 19トンから無線や電話で、船首が浸水し沈みかかっている、エンジンが使えないと救助要請の通報がありました。そして午後2時ごろ、観光船が船首が30度ほど傾いていると運航会社に伝えたのを最後に連絡が取れなくなりました。観光船には子ども2人を含む24人の乗客と船長と甲板員それぞれ1人、合わせて26人が乗っていたということです。運航会社は海上保安庁に対し、全員救命胴衣を着用していたと説明しているということですけれども、これまで捜索によって7人が見つかりました。しかし、いずれも意識はないということですね。海水温のことを考えると非常に厳しい状況であろうかというふうに思います。かつて座礁するような事故を起こしていたりもいたしました。今回のことと直接どう関係するのかは今のところ分かっておりません。風が強く、別の運航会社複数
知床のですね、そういう遊覧船観光船はあるようですけれど、運航していない中一社行ったということですね、うん、別の運航会社の男性、海が荒れるのが分かっていたので昨日は行くなと言った、なぜ行ってしまったのかと、うん、で去年の座礁についてこの男性、自分が見た限りでは船の前の方が割れていて、そこが直っていない、そこから亀裂が入って水が入ったのかもしれないということですね、うん、まあ、こういった事故はやはり事故を生む要因はやはりあるという場合が多いですよね。それはまあ天候もそうですし、以前にあったこととつながっていることが正直多いです、うん、そして、まあ、もちろんそれは最終的には一社一社の判断になるんですけど、よそが出航するのをやめている中で、まあ、それは観光客はね、わざわざ知床まで行ったらそれは見たいですよ、それはね、お客さんは、うん、以前、まあ、知床ではないですけれど、いわゆるガリンコ号ですか、うん、に乗りに行ったことがありまして、流氷ですね、で流氷接岸、ちょうど、まあ、接岸もしてた時、あれは、まあ、風向きにもよるんですけど、行きましたら、まあ、流氷見に行きますと、うん、でガリンコ号に乗りましょうとかっていう広告は出てますよね。でドローンから撮ったであろう、以前であればヘリから撮ったであろう俯瞰の映像に流氷が、ね、あって、そこに船がいてっていう、あってっていう写真が出てるんですけど、広告には絶対そんな書いてませんけど、流氷見られるのって3割ぐらいの確率だと。ということはまあね、北海道まで行こうと思ったら一人それなりにお金かかりますよね。10万なら10万のお金かけて行って、流氷見に行っても見られる確率は3割っていうことってあんまり、まあ、そこは出てこないですよね。だからそれは見たいとお客さんは言いますわ、うん、てんこ盛りのツアー、最初に行ったのが富士山、見えるかどうか知らんけどとふざけたタイトルをつけて、しかしまあ結果的には三保の松原からも浜名湖からも素晴らしい富士山を眺めることができたんですけれど、まあ、これも、あえてまあ僕がそういうふざけたタイトルをつけたんですけどね、富士山見に行ったって言ったって富士山見えるかどうか分かんないわけですから、そこでいや今日は無理ですというふうに言うのが、もちろんお金儲けのための事業ではあるんですけれども、やはりプロとしての責任だと思うんですが、まあ、結果沈没をして今まだ生存者が見つかってはいないという状況のようです。7人見つかっていますが、いずれも意識なく病院に運ばれているということです。産経新聞各紙、今日は一面トップがこのニュースになっています。時刻は11時4分。ロシアによるウクライナ侵略からちょうど2ヶ月になりました。ようやくと言っていいでしょう。国連のグレテス事務総長がロシアのプーチン大統領と26日、そしてウクライナのゼレンスキー大統領と28日にそれぞれ面会すると発表いたしました。現地では戦闘が続いています。ウクライナ東部や南部、ロシアによる激しい攻撃を受けています。マリウポリなどでは集団墓地が新たに見つかるなど、大勢の民間人の犠牲が確認されております。国連によりますと、グレテス氏は停戦の実現や人道支援について2人の大統領と協議する予定であるということです。遅いですよね、うん、国連、いや、まあでも国連的なものはもちろん必要なんですけれど、絶対必要ではあるんですけれど、今回のウクライナ侵略についてはあまりの無力さ、そして、まあ、別にイギリス万歳アメリカ万歳というつもりはないですけれど、
イギリスの首相がキーウに飛んだりっていうのはもうだいぶ前の話ですからね、今頃何やってんねんっていう気もやはりしてしまいます。この戦争の結末を決めるのはテーブルの上ではなく戦場であると、ウクライナの、クレバ外相、フランステレビ局のインタビューにそう述べております。外交交渉による現時点での停戦の実現には懐疑的な見方であると。停戦交渉行き詰まっています。ウクライナは交渉を必要としていないように見えるとラブロフ外相言っておりますが、まあ、これは別にウクライナが戦争を止めようとしていないということではなく、交渉では、ウクライナの思うような戦争の終わり方ができないということでしょう。それだけロシアがひどい条件を突きつけていると、侵略した上でということなんだろうと思います。アメリカやヨーロッパから、兵器の供与を受けております重火器装備品などロシア軍と互角に戦えるという自信を深めているのではないかと。ウクライナは現時点で譲歩の必要に迫られていないと。一方、ロシアは経済制裁を含め、5月9日という一つのまたタイムリミットがある中で、ここは戦おうとウクライナは思っているようです。そして500万人と言われている国外に脱出した人の中にはウクライナに戻ろうとする人も出ているということですね。ウクライナ国境警備当局の推計によりますと、20日までに110万人のウクライナ人が帰国をしたのだと。国外に出ます、まず命からがら、男性、肉親、親戚は国内にいたままですが、国外に出ました。もちろんポーランドをはじめ、あるいは国際団体がさまざまな支援はしていますけれど、安定した仕事を見つけてそういう生活をすることができないというふうにこの1ヶ月2ヶ月で思うということですね。多くのウクライナ人が宿が見つからず、仕事も見つからず、そしてウクライナに戻っている。少なくとも母国には家があり、自分の力で生きていけるのだという、そういう決断をしていると。一方、受け入れ側も、もうポーランド、ワルシャワなどではですね、避難民の受け入れが限界に近づいていると、3万人以上の避難民がポーランドで仕事を見つけてはいますが、もっともっと多くの人が行っています。言葉の問題などで専門職などには就きづらいと。そうですね、そこにまた戦争中であるがゆえの愛国心の高まりということもあるでしょう。帰国した人が犠牲になる事態は避けなければならないというのは当然のことですけれど、今事態はそのように動いているということです。で、日本の対応というか、これは産経新聞、いくら産経新聞でも載せる意味があるんですかねという意味で言います。昨日、岸田総理大臣、熊本で第4回アジア太平洋水サミット、これはそういうのもあるでしょう、やったらいいと思います。カンボジア、ラオス、そしてツバルの首脳とそれぞれ会談をいたしました。で、その水に関すること、支援とかっていうことも表明をしました。それもいいでしょう。で、岸田総理、ロシアによるウクライナ侵略から2ヶ月の現状認識を記者団に問われました。ロシアによる非道な侵略を終わらせるためにも今が正念場だと述べました。総理、今が正念場、ウクライナ侵略2ヶ月というベタ記事ですが、一体この今が正念場だと岸田総理が言ったことを伝える意味をどこに持たせて産経新聞の整理部がこの記事を書いたのかがさっぱりわからないです。全くわからないです。紙切れ一枚の意味もないコメントだと思いました。時刻は11時10分です。 EU ヨーロッパ連合と欧州会議、ヨーロッパ会議は Google
あるいはメタ、フェイスブックですね、そういった巨大 IT 企業に対しまして、偽情報などオンライン上の違法なコンテンツを排除するよう義務付けることで合意をいたしました。違反した場合、巨額の罰金が課せられるということですね。昨日罰金の話しました。日本の場合は不正競争防止法でもまあ10億円、まあね、向こうだと本当にもっともっともうその100倍以上の罰金が課せられたりいたします。デジタルサービス法案、DSA というそうです。インターネットのユーザーが安全にサービスを利用できる環境づくりを狙うと。例えば偽情報やテロを扇動したり、ヘイトスピーチ、そして児童ポルノといった違法コンテンツの排除を巨大 IT 企業に義務付けるということですね。いや、それはもう流通してるもんですと、そのアプリなりそういう環境を作っているだけで表現の自由もある中で、勝手にやったらいいんですと、放送が国民の共有財産である電波というものを一部業者に、美味しい飯の種として、飯与え、やっているというのとは根本的に違う、インターネットというもうどこの誰が止めることもできないそういうネットワークの中で、まあ、より便利なそういう仕組みを提供し、そこに広告を乗っけるなりして巨額の利益を上げているのが巨大 IT 企業ですね。しかしそこには、まあ、放送がそうであるようにですね、ちゃんと違法なことってのはダメなんですよという仕組みを設けておきなさいということですね。子どもをターゲットとした広告や宗教や人権などの情報をもとにした広告を禁止する、まあ、この広告ということについても今ご覧の皆さんにも YouTube からの広告が流れているかと思います。特にすいません、生の時はそうでもないでしょうけれど、後からアーカイブでご覧になっている長官チェックをご覧の方にはちょっとコモさん広告多いんちゃうって思われるかもしれません、まあ、それもそのタイミングもどういう広告が流れるかも僕が、コントロールできないんですね、はい、皆さんが日頃どういうものを見ているのか、どういう言葉を検索しているのか、年齢や性別も加味してですね、これがええやろうと人間が判断するんじゃなくて AI 人工知能が勝手に判断してあなたにはこれっていうので、はい、広告が流れております。まあ、そこは放送基準とはまた全然違うんで、なんか変な広告も流れてたりするでしょうね。いや、まあその自動ポルノみたいなそんなんはないでしょうけれど、なんか陰謀論になんかなるようなやつとかね、飛ばせるものは飛ばしていただいて結構ですよ。もちろん飛ばさない方がコマさんにチャリンとお金が入る部分もあるんですけど、そこはどうぞご自身で決めていただければ結構です。まあ、6秒ぐらいスキップできないような広告もあろうかとは思いますが、利用者に個人情報を入力するよう誘導するダークパターンというのを禁止対象にする。違反企業には世界の売上高の最大 6% の罰金を課す。 6%、 これどういうことかな。ジャスラックが包括契約っていうので放送局なんかと音楽何使ってもいいですよと、ジャスラックの管理する曲、あれが確か放送事業収入の 6% だったと思うんですね。そうそう、で僕自分で CD 出して今消費税込み1100円、もうあとごくわずかですがあなたにありがとう、あれ出した時も自分で作ったんですけど、自分の曲なんですが、1000円だったら 6%、 60円著作権料として納めましたわ。なんか 6% にそういう意味があるのかな、なんなんやろ、3でも5でもなく 6%、で1000円のうちの 6% を60円をジャスラックに納めて、でジャスラックがジャスラックの手数料を取り張って、
であれはミリカ音楽出版というところを通してやったんで、ミリカ音楽出版がその半分を取っていき、そして印税を、まあ、あの川島さんと川島英子さんと僕とで作ってるっていうことで、そんなんで60円のうちの確か 12.5% やったかな、回り回って僕に戻ってくるのは、みたいな、まあそんな計算ですわ。なんで 6% かちょっとよくわからないですけど、まあいずれにしてもこのリアルで違法なものはネット上でも違法なんだという、まあ、非常に当たり前のことなんですが、無法地帯であってはならないということですので、まあ、多少のその利便性が損なわれるということはあるでしょうけれど、まあ、大きく舵を切った、これはまあネットの世界では EU だとか、ね、そのアフリカ連合であるとか南米でどうだとか宗教がどうとかもうそんな関係ないですから、もう全部つながってますんでね、日本でのインターネットの利用にとっても利用者を守るという意味では意味のある法案だと思います。時刻は11時17分フランス大統領選挙決選投票、上位2人、マクロン氏とルペン氏ですね、極右のルペンさんが追い上げていたという話もあったんですが、直前の世論調査ではマクロンさんが10ポイントリードをしているということです。産経新聞外交面5面ですね、マクロン氏優勢、マクロン氏の支持率が 55%、 ルペン氏が 45%、 10ポイント22日発表の支持率調査では現職が上回っております。ただインタビューでマクロンさん、民主主義は世論調査ではない、投票することだ、当たり前ですけどね、まあそれはそうですね、まあ、日本でもそうです。優勢だと伝えられると私投票行かなくてもいいと思って、その気の緩みが逆転を生んでしまうということもあったりしますよね、2016年アメリカ大統領選挙、トランプ前大統領が事前の予想を覆して当選したことにも触れまして、油断すべきではないというふうに言っております。ウクライナ情勢も大きく有権者の投票行動に影響を与える、そんな選挙でございます。で、日本の選挙に関わること、時刻は11時18分、立憲民主党が菅さんを出してきました。昨日のほろ酔いニュース解説でもその話題が出まして、維新たるもの、維新というものが何なのかということで、まあ、僕が松井さんにやり込められるシーンもあったわけですが、維新のスピードとか決断力とかカットっていうこと、まあまあまあ、ほぼそれですよね、維新の本質はね。でもそれで拍手喝采を浴びている部分もあるんですけど、まあ、それはさまざまな弊害も生んでいると。そしてバクチバを持ってくるって言っているっていう話ですね、まあ、僕はそれに大反対をしています。はい、戦闘機って反対だっていうぐらいの、あのただただ普通に反対やではなくて、大反対です。はい、知り合いがもし出ていたとしても、バクチバに賛成する政党としては僕は、投票はしないです。でなんですが、まあ、そこで菅さんを出してくるのがどうなのかなっていうこのセンスなんですけどね、他にまあ人おらんのかっていう話ではあるんですが、立憲民主党の西村幹事長と最高顧問、まあ、それはそうですよね、民主党の時の、ね、総理大臣ですから、菅直人元総理大臣を参議院選挙大阪選挙区の公認候補予定者を支援する特命担当に任命したと明らかにいたしました。カジノ場に対する、バクチバに対する反対を表明しております菅さん、日本維新の会との対決姿勢を鮮明にしており、選挙で苦戦する立憲民主党大阪府連の支援を申し出たと。ということは自分からやりますって言ったんですか。
大阪ではカジノは大きな争点である、カジノは不要だとはっきり主張するため菅さんにお願いをしたのだということですね。まあ、僕はまあだからどこの政党がどうのとかいうことではなくって、まあ博打場に反対しているわけでありますけれど、でまあまあ悪いけどいくらええ人で他の政策があったとしても博打場に賛成するというのは政党や候補には投票はしませんが、それはまあ僕ではですよ、まあ、皆さんがどうされるかはどうぞご自由になんですけど、ただまあだからまあチャンスはチャンスなんですよね。うん、まあ、自民党も和歌山では反対する人もいたりはしましたけど、賛成する人ももちろんいるという中でですね、菅さんが出てくるからいやーっていう部分もありますねごめんなさいね、 あんまり政治家としても人間としても、まあまあ、別にお前に言われたないわと言われるかもしれませんが、あんまり評価してないんであの東日本大震災の時の動きとかを考えてもね、あの維新に負けたくないと思う政党にとってはこの博打場の問題というのは非常に明確な踏み絵となることだと思うんでね、あのいいことだとは思うんですよ。で、まあ、話題になったらどんどんなって反対の声がもっともっと上がってやっぱりやめましょうということになってほしいと僕はまあ思っていますけれど、その旗を振る人が菅さんやってなった時に人が去らないかっていうところを思ってしまうという、まあ余計なお世話ですけどね、はい、余計なお世話だと思います、はい、私にも余計なお世話をしてくる人がいますので、それはもうあのはいはいって聞いてて余計なお世話やと心の中でペロッとベロは出してますけどそのぐらいのことですけど、菅さんはやめとった方がいいんじゃないですかと、もっと他の人を持ってきて、立憲民主党は博打場に反対します、維新に負けてはなりませんということを言い張った方がいいんじゃないかなと思いました。はい、余計なお世話でした。さて、東大阪で22日の午後11時20分ごろ、深夜です。公園近くの通行人から若い男性がバイクに引きずられていたと110番通報がありました。33歳の巡査部長でして、その5分後2キロ先長瀬の路上で見つかりました。巡回中職務質問をした人物にバイクに引きずられたと見られていまして、全身に擦り傷などを負う重傷、バイクに捕まって、逃げるなと言ってたわけですね。殺人未遂ですよこれ、もうそらそうですよね、逃げたバイク行方を追っております。直前に公園近くの路上で スクータータイプの大型バイクに乗っていた運転手に職務質問をしたところ、バイクが急発進しました。運転手にしがみつくような状態で引きずられ、2キロ、警棒など装備品を奪われた形跡はないということです。同僚2人と一緒に巡回をしておりました警察官、そうですね、基本単独で動かず複数で動くね、ですよね、で別の人物に職務質問をしていた同僚たちが、あれ彼がおれへんと、巡査部長おれへんと周辺を探しておりました。で、まあ別途110番通報はあったわけですけど、公園近くの路上で巡査部長の靴を発見、で巡査部長の携帯に電話をしたそうです。すると、まあ、記事そのまま読みますが、痛い痛いと声を上げており、周辺を捜索して巡査部長を見つけたと。そら痛いですわね、よくぞ命あったもんでございます、はい、警察官というのは、ね、まあ、もちろんその不祥事のこともあったりはしますけど、それはまあ別として、僕の家の近所のお世話になった井上さんのとこは、はい、両方ともおっちゃんもおばちゃんも警察官だったんですね。やっぱり言ってましたもんね、今日行ってくると、関目第2団地13号館
井上さんとか4階でした、うちが5階、出ていくときに今日大丈夫やろうかと、無事に帰ってくるだろうか、まあこれはまあ他の仕事でもそれはもちろんそれはそうですけど、病気のこともありますけど、警察官というのはやっぱり何かあるかもしれないっていうふうに思ってんのよって言って、そんな話を井上さんのとこから聞きましたけどね、早く、治ってもらえたらいいなというふうに思います。そして、逃げたバイク、捕まえてください。時刻は11時26分です。さて、昨日はナイトゲーム、ヤクルトと神宮で戦いました阪神タイガースでございます。6時に生配信の準備をさあそれからこれからしようかなと思ってたところで、3人有料観客の方がいらっしゃいまして、で6時から最初のお客さんが来られたんですね。あ、ごめんなさい、ちょっとまた準備これからするんですけど、野球つけましょうか言うて、つけて、で黒谷の編集の続きをしたりとかしてたんですよ、まあ、それでちょっと最後バタバタしちゃったんですけど、そしたら1回にチャンスになってて、満塁で、で満塁だったけど無得点っていう状況がありました。あ、もう今日試合決まりましたねって言って、言ってたんですけど、もちろんそうなってほしくないと思うから言ってたんですけど、はい、案の定でした。結局まあピッチャーね、先発ピッチャーが6回ほど投げて1点しか取られてへんっていうのはもうそれでもう十分じゃないですか、それはね、なんですけど、全然、こちらも点が取れず、はい、1対0で20敗目でございました。1回の表のあの悪い予感が当たりましたですね、当たってほしくはないですけど、で、まあ、打てないっていうことについては、まあ、あんまりね、まあ、マニアックな話をしても、始まらへんと思うんですが、今言われてるのはチームとしてこのピッチャー、まあ、昨日はね42歳ですか、小川、このピッチャーはこういうピッチングをしてくるから、こういう配球をしてくるから、この球を狙っていこうと、そうすれば点取れる確率は上がるぞと、この球は捨てていこう、あるいはファールで逃げようっていう、そういうその相手に勝つための戦略というか作戦というか、そういうものがあると思えないという専門家の視点、いや、あるけどその通りなかなかうまいこといかへんのならまだしも、そうじゃなくて、そういうこの球でいこうということを決めて全員に周知徹底されているという空気が見えないという、そういう話ですね、深刻ですね、本当に、まあ20敗であろうが30敗であろうがいいんですけどね、これはね、でまあ言うても青柳は出れば勝ちますから、はい、毎週1勝ずつはできますし、6試合ある中の1試合、6試合のうち1試合勝ったらね、結構なもんですよ。そうですよ、今シーズン143試合やって10勝しかできへんのちゃうかと言われてた時からすると、10勝まで、まあ、20敗までいきましたけど、10勝まであと6つ勝ちゃいんですから、週に1個ずつ勝ったらあと1月半で6月には10勝いきますやんかね。でした。以上、朝刊チェックヘッドラインについてお話ししてまいりました。時刻は11時29分でございます。さあ、冒頭でもお話をさせていただきましたが、皆さんもよくご存知のあの方のところに先日行ってまいりました。自転車でうろうろしてた時だったんですけど、FM 大阪に出していただきました。今仕事は FM 大阪だけのようなんですが、オンエアの仕事は大塚由美さんでございます。はい、大塚さん元気にしてはりました、はい、パモジャーに久しぶりに行きまして、お店の状況どうですかとか、まあ、いろんな話をしてまして、朝の番組どうなんですかねとか、あれやこれやと、
ここでは言えないようなお話をいろいろとしておりましたが、その大塚由美さんが実は、あの人は、まあ、あんまりその豆ではないんですね、うん、豆ではなくって、でそのデジタル関係のことも強くはないので、あんまり やってなかったんですけど、まあ、事務所からもいろいろ言われたり、周りのタレントさんからも言われて、あのインスタグラムをやったりもしてたんですけど、ツイッターをようやく始めましたと。でツイッターをようやく始めたんですけど、まあ、僕はもう何年ですか、2011年ぐらいからやってますから、ちょっとずつフォロワーの方も増えていって、今、まあ、YouTube の登録者数と大体同じぐらいですかね、1万何千人、1万人ちょっとの方にフォローをしていただいてます。つまりまあ僕がつぶやけば、まあ、全員ではないけれど、ね、数千人、1万人ぐらいの方が見ていただけるという状況になっているわけですね。で、まあ、もちろんそのタレントさんなんかでもっともっと多くの人、フォロワーがいる人はあるんですけど、200人ぐらいなんだそうです。今ちょっと確認してみましょうか。今この段階で大塚由美さん、あいうえおを塚由美で検索をしてツイッターを見てみます。はい、ドン、はい、234ですね。今234人なんですって。でこれでだいぶへこんでましためっちゃへこんでました。もうやめようかな、どうしようかなって言ってはったんで、それやったらもう僕に任しときと、うん、直感チェックで宣伝するよっていうふうに言いました。はい、メッセージが届いておりますので、ではご覧くださいませ。あれ、ちょっと待ってくださいね、うん、走らない、よいしょ、あれ音で今出てないですかね、これね。あ、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、こんにちは、大塚由美です。パモジャへようこそ。北堀江にありますフェアトレードショップパモジャがこちらです。いろいろありますよ、クナタペッターにキルギスのハニー、それからね、モリンガだったりイヤリングやピアスだったり、こっちにもたくさんありますし、今アッサム工房さんのお洋服もたくさん入ってます。ちょっとこっちはね、だいぶ散らかってるのであまり見ないでください、靴とかもあるんですけれども、世界中から集まったフェアトレードのアイテムを揃えています。インスタグラムも上げてるんですけれども、最近実はツイッターを始めましてですね、始めたんですけれどもね、全然フォロワーさんが増えずにどうしたもんかなと思っておりますので、よかったら最新情報をツイッターでどんどん発信していきたいと思いますので、パモジャアットマーク大塚由美で発信しています。よかったらフォローよろしくお願いします。小森さん、お願いします。はい、応援してます。ありがとうございます。待ってます。北堀江です。はい、ということで、音声も届いたかというふうに思います。お店で撮らせていただきました。どのぐらいかな、さっき234でしたよね。今どうですか。238 4人増えました4人増えました。あ、まあそうです、今これだって、ね、YouTube ご覧になってるんですもんね。後でなってあげてくださいませ、フォローしてあげてくださいませ。お店のことを中心にだとは思いますけれど、いろんな日常のつぶやきも見られるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。時刻は11時35分です。さて、一つ話題を、今動画が削除されたんですけれど、秀岳館高校という、熊本の
サッカーでも有名な学校だそうなんですけれど、このサッカー部のコーチが部員を蹴ってあるいは殴ってという動画がニュースにも取り上げられておりました。でそういう暴行が、日常から行われていたのではないかというような話もあって批判の声が上がっていました。それだけだとというか、いいことだとは言わないですけど、いろんな学校であり得るサッカーに限らずある。で今の時代はよりそこが厳しくなるっていうことなんですけれど、部員11人が顔を出して並んでそして発言するたびに前へ一歩出て、でキャプテンはじめ、殴られた当事者の子あるいはそれを SNS で公開した子たちも出てきてですね、謝罪をする動画が流れておりました。でその動画は削除されてるんですけど、他の人がそれを録画したやつをアップしてるんで、見ようと思えば見られる状況にあります。そして、FNN をはじめですねテレビ各局、ぼかしは入ってますけど、殴ったコーチあるいは殴られた蹴られた生徒の動画というのもニュースとしてはアップされております。でしかしその生徒が出てきた謝罪の動画100万回再生されたものが、削除今されているということなんです。熊本日日新聞地元紙です。ここから読んでみます。八代市の秀岳館高校男子サッカー部のコーチが部員を殴ったり蹴ったりする動画が出回ったことを受けて、部員11人が名前を明かして顔を出して頭を下げる動画がサッカー部の公式ツイッターに投稿されたことについて、監督が投稿直後事実を把握していたと、動画の意図は謝罪や事態の鎮静化ではなく暴力が日常茶飯事と報じられたことが間違いだと、それを伝えるためだと、そのことは言ってましたね。その日常的に行われてたかどうかというのは重大なことではありますが、殴られた蹴られたということがあったことは事実なわけで、その動画だけ殴られたところ蹴られたところの動画だけでは分からないんですが、本人の説明によると寮へ帰って寮の鍵が開かへんかったことをでイライラして、でコーチのことを悪口というかそういう言い方をして、それが耳に入って蹴られたのだと。で日常的にそういう殴る蹴るがあるのではないということを言ってた、それもそうなんでしょうけど、で謝罪の動画が出たからということもあるんでしょうけど、学校に抗議の電話なりがいっぱいかかってきたりとかして学校が対応に追われ迷惑がかかっていると。で校長たちとも協議をして、削除してくれということだったそうです。で結果的に学校や監督コーチに対して迷惑がかかる形になってしまい削除の運びとなりました。部員の有志が考えて行動したという文章だけが残っているということなんですね。でいいか悪いかそれは暴力いいとは言わないですよ、それは言えないですよ今もね。でなんですけど、これをだから、コーチという大人が関わっていたという部分も含めて大人の側でやっぱりちゃんとせなあかん話ですよね。それを暴力受けた側でもあるし、力関係でいうと弱い側の立場の生徒の方部員の方に何かやらせるっていうことの学校側の問題っていうのがまず一つ指摘されないといかんということと、でもう一つこれはほんまに思うんですけど、こういうことがあったからって言って学校に文句言うていく人、例えば PTA であるとかそういう人たちが学校側に説明を求めたりそういう会が開かれたりそこで質問したりっていうのは分かりますけど、
まあ、通りすがりのような人がですよ、その自分の、まあ、それを正義感と、正義感と書いて、振り仮名は野じ馬と読むみたいな、そういうやつらが電話かけたりメール送ったりわざわざしてるっていうことがもう僕は腹立ってしゃあないですね。まあ、昨日も言いましたけど、吉野家のバイトに店長にね、お前のところはシャブがどうのこうのって、まあ、そんなやつはごくわずかなんですけどね。でもやっぱりそういうごくわずかなやつらのやることが体力気力をそぐんですよ。これほんまに腹立つんですけど、腹立つんですけども、そこの対応で 99% の善良なる普通の人たちに向き合う向き合いが、その 1% ぐらいのもうやつらのためにそがれるっていう事実はあるんですよね。これはしんどいわ、もうほんまに。まあ、僕はもう、まあ、もう戦略的無視しますけど、なんとかならんすかねこれね。いや、さ、本質はだからその暴力であったりとか学校内の問題であったりとかいろいろなあるんですけどね。それでわからないっすわ僕ほんまに。いや、だからまたテレビ見てておもんない番組やなとか、ラジオ聞いて何言うとんねんって思って、もそれはまあ自分でそう思って、で大塚さんと一緒に、ああひどいねって、あんなんねとか、あの人はねとかって、まあそれぐらいは言いますけど、わざわざそれを電話かけていくのか。で、まあまあそれに対して、対応するのは生徒の責任じゃなくて、もう絶対大人の責任やなということを改めて思いました。はい、時刻は11時42分です。では今朝の一言は、 ある方、女医さんなんですけどの連続ツイートなんですけど、ちょっとご紹介をさせていただきます。今朝の一言、君は明るい、君は医者に向いている。ジョイちゃんのツイートから部活顧問の先生の一言。医学部受験を決めたのは、父ががんになってパニックになった母を安心させようと思ったからだ。ジョイちゃんのツイート、その最初です。天才型ではなかったので、高2の冬からは勉強以外のことはすべてやめた。成績はある程度伸びたが、高3の夏の模試では医学部に全く歯が立たないレベルだった。23日の午前0時25分に投稿されているツイートです。これがまず最初。その後続いていきます。模試の結果を見てから全くご飯が食べられなくなった。スープを飲むだけで腹痛、吐き気、楽しいことなど何もなかった。当時私の家族はみんないっぱいいっぱいで、私のことは自分だけ勉強をしている、自分の体調不良を言う必要がないと思っていた。みんないっぱいいっぱいだった。8月、部活の同期がご飯に誘ってくれた。そこでも飲み物以外は取れなかった。心配した友人が部活の顧問に相談をしてくれたらしい。8月末、2学期が始まり、その初日、顧問に指導室に呼び出された。部活の仕事で全く役に立っていなかった私、顧問との連絡係という伝書鳩の役割を与えられていた。そのため高2の時はよく顧問と話してはいたが、久しぶりに見た顧問の顔、こんな顔してたっけと何の感情も感慨もわからなかった。とにかく早く勉強をしたくて、
医者になるために、医学部に入るために勉強をしたくて、早く話を終わらせたかった。おそらく顧問もその日その指導室で雰囲気を悟っていたのだとは思う。突然、君は明るいと脈絡なく話し始めた。顧問は芸術科目の先生だったので、人を引きつけようとする芸術家の無意識の独特の切り口だったのかもしれない。君は明るい。そして顧問は続けました。君から受けるどんな報告も聞くのが楽しみだった。面白いし、何より君がいつも笑っていた。早く終わって家帰って勉強したかった彼女ですが、そう言われて少しうなずきました。私が役に立たないためだけにわざわざ作られた役職を褒められた、その伝書鳩のような役割、褒めてもらって恥ずかしかった。医学部を受けるそうだね。顧問は話の核心に迫ろうとしていた。正直受験の話には触れられたくなかった。2年計画ですと笑ってごまかした。顧問は少しだけ間を置いてゆっくり私に話しかけた。君は明るい。おじいちゃんおばあちゃんに笑って大丈夫だよと言って回って、みんなが安心する。君を見ることが治療になる。将来そういう医者になりなさい。君は医者に向いている。一字一句を覚えていると言ったらかっこいいが、おそらく脳内の補正が入っているだろうけれど、君は明るい。おじいちゃんおばあちゃんに笑って大丈夫だよと言って回って、みんなが安心する。君を見ることが治療になる。将来そういう医者になりなさい。君は医者に向いているんだ。そう言いました。ただこの1分程度のセリフを受けて、明らかに気持ちが軽くなった。そのことは覚えている。その後、食べられなかった食事、いつの間にか取ることができるようになり、がむしゃらに勉強を続けて1校だけ合格した医学部に入ることができました。さらに続きがあります。先生は私の卒業の年に定年退職しました。メールや電話番号は知らないので、父が亡くなった年以外、年賀状のやり取りだけは続けていました。細々と関係はつながっていました。しかし2021年、去年、先生からの年賀状は届きませんでした。年賀状が負担になっているのかもしれない。2022年、年賀状じまいの挨拶を送りました。そして今年1月、先生からの年賀状が届きました。しかし筆跡が違いました。読んでみると、奥様からの年賀状でした。内容も普段とは異なっていました。奥さんは、先生の奥さんは LINE をしているようで、 LINE の ID が記されていました。 ID には先生の名前が入っていました。少し笑ってしまいました。そして3月、私は白衣を着て LINE のビデオ通話ボタンを押しました。奥様と初めて挨拶をしました。小柄で綺麗な女性でした。そして奥さんがスマホの画面を横に向けました。お父さん、〇〇さんよとジョイちゃんの名前を言いました。10年ぶりに先生は顔を見せました。こんな顔してたっけと深い感慨にふけりました。先生は返事をしません。画面にも視線を向けませんでした。ご無沙汰しております。高校時代お世話になりました〇〇ですと声をかけました。しかし先生は返事をしませんでした。私も声を出すことができませんでした。
その瞬間ふと指導室での先生のセリフと表情を思い出しました。先生、大丈夫だよ。セリフは言えましたが、教えを守らず、私は笑えず涙を流してしまいました。私を忘れた先生へ、ずっと横になっていて思い出したため書きましたが、明日にはこのツイート消すぜ。創作か実話かは想像にお任せします。なんか消したくなくなったから、消したくなったら消すことにしました。言ったことをすぐ撤回するのは私の得意技だよ。2万いいねがついています。連続ツイート、ジョイちゃんのお話でございました。朝刊チェックお届けしてまいりました。では最後は今朝の1枚でございます。今朝の1枚は匿名さんです。いつも頂戴しております、ありがとうございます。茨城にお住まいの女性からいただきました。こちらの写真です。紫のバラが咲きました。バラの花はこのぐらいの咲き方の時が私は好きです、といただきました。ありがとうございます。いつも匿名希望と書いてあるんでお名前も、ご紹介できないんですが、何かニックネームとか書いていただければなと思います。ありがとうございます。あなたも今朝の1枚こちらまでお寄せくださいませ。てんこ盛りcom info@tenkomori.com でございます。てんこ盛りは 10KOMORI となっております。あなたからのお写真をお待ちしております。はい、ありがとうございました。今日もお時間頂戴いたしましてご視聴いただきました。ようやく1時間ほど喋りましたんで酔いが覚めてまいりました。この後佐々木朗希投手の登板を見に行ってまいります。まあ、現場から何か、ツイートなり何なりお伝えすることができればなとも思っておりますし、明日の朝刊チェックでは必ず佐々木朗希投手の好投ぶりについて、オリックス打線の奮起についてお話をさせていただこうというふうに思います。ではまた明日、インジャンでございます。今日はアフタートークございません。参ります。わあ、メガネ曇ってる。はい、また明日、インジャングー。はい、ポチッと高評価よろしくお願いいたします。今日もご視聴誠にありがとうございました。また明日。